大きな拍手を迎えください。あし、かわいいかわいいいいんですけども、さっきちょっと後ろでミット打ちの練習した目つき変わりますから、皆さん気をつけてくださいよ。ちびっこだと言っても侮れませんよね。じゃあお願いいたします。お願いします。さあ、それでは戦いの前、ワイクルーです。よろしくお願いします。ですね、はい、はい、いろんなその形を表現してますので、はい、ちょっとそのあたりもね、見ていただきたいですね、はい、すいません、私音楽に聞き入ってしまいましたこのワイクルーは、はい、あのブエタウス選手は必ずっていうのを、あの必ず試合前にはそうですね、される必ずね踊らなければいけないという形になってます、はい。そして時間制限がありますね、ワイクルーの。実はこれ時間制限なくてですね、まあ、試合前ですので、まあ、さっと終わらせる選手が多いんですが、はい、中には10分ぐらいずっと踊ってる選手もいたりしますね。あのこのワイクルーが、はい、あの綺麗な選手っていますよね、はい、非常に綺麗な選手で、長い選手とかいますよね、はいはい、だからといってそういうわけじゃないですか。まあ、どうなんでしょう、みんなね、さっと終わらせる選手は多いのは多いんですけれども、はい、中にはやっぱり綺麗な踊りを、まあ、披露するという選手もいましてですね、はい、10分ぐらいバイクルされて一発でノックアウトというのもあります。まああるかもしれないですね今のお子さんはどのくらい練習してここまでバイクル、はい、ですね、ワイクル自体は多分1年ぐらいは練習してはいるんですけれども、はい、あ綺麗ですね、形が。目つきがもう真剣ですからね、はい、今選手がですね、もう弓を相手に向かって打つということを表現しています。はい、リズムよく。そうですね、はい、かっこいいですね。もう将来間違いなくタイのモエタイチャンピオンになると思います。はい、ありがとうございます。いやいや、佐藤会長、小学校1年生ですか。はいと4年生。そうですね、はい、選手の紹介をお願いいたします。皆様から向かってちょうど右側、西村ハート9歳、小学校4年生です。前の方にどうぞ。はい、お気に入りお願いします。西村ハートさん、ハート、はい、はい、で、もう一人西村つなぐ兄弟なんですね。あ、兄弟なんですか、はい、お兄ちゃん、お兄ちゃん弟、はい、僕どうぞ、6歳、はい、小学校1年生、はい、お気に入りお願いします。素晴らしい。お兄ちゃん強い。はい、僕と試合したらどっち勝つ。お兄ちゃん
ほんまは僕勝つねんな。ほんまは僕勝つねんな。はい。言ってますけども、ほんまは僕勝つそうですけども。はい。お兄ちゃん、お兄ちゃんは何年ぐらいムエタイの練習してるんですか。何年。6年。あ、6年。6年も。6年も やってた。あ、年中さんからやってた。6年ですよ、ちょっと最初忘れないでくださいよ。はい、で、綱くんはどれぐらい練習してんの。わかんない。前歯ないけど、これ試合でやられた。前歯ないけど、試合でパンパンされた。まだ入試なのね、あの、そうですね、ね、はい、歯が生え変わるっていう、まあ、実はあのこう見えてもですね、はい、もうあの実際に試合にですね、はい、3回ぐらい出てるんですか。出てます。あら、はい、試合出てるって、前もとか前、はい、素晴らしいですね。有望な選手ですね、今後。そうですね、はい、はい、じゃあ続いては、はい、という感じでですね、はい、この今西村つなぐの方が、まあ、3回試合出てるというふうにお伝えいたしましたけれども、はい、まあ実際にどんなもんやと、はい、いうところでですね、実力をちょっと見てみたいですね。皆さんに、つなぐのミット打ちをちょっと披露していきたいと思います。はい、はいはい、じゃあお願いいたします、はい、お願いします。はい、はい、佐藤会長が、はい、ミット打ちをしていただけるということですね。前の方で、さあ前の方で披露いただきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、すごい、すごい、おう、おう、えい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 、おい、えい、えい、えい、素晴らしい。えいえいえい。はい、お気楽にお願いします。素晴らしいですね。やべやべ、足痛くない？はい、大丈夫。はい、大丈夫ですって。すごいですね。なかなかでもできないですよね、入ってすぐらいにはね。はい、まあ皆さん、前です。お客さん前です。あの、ムエタイ選手ってシャイな子が多いですよね。こうちっちゃい時からそうなんですかね。ムエタイ好む選手っていうのはみんなシャイな子が多いですよね。ね、佐藤会長以外は。とは言ってもですね、はい、実は本当にあの大きな興行の中で、はい、試合をしたりしてますので、はい、普通にあのリングに上がりますから、はい、まあ、その意味ではちょっと度胸は座ってるかもしれないですね。そうですよね、ワンクルーだけでもね、度胸いりますもんね。みんなの前でその披露するっていうことだけでも。お兄ちゃんにも出てきてもらいましょうか。お兄ちゃん、お兄ちゃん、どうぞ。お兄ちゃん、はい、お兄ちゃん、お兄ちゃん、どうぞどうぞ。なるほど、出てくるとかそうですね。さあ、恒例ですけども、お兄ちゃんから聞いていこうかな。メーター頑張ってるけど、将来大きくなったら何になりたい。困ってる人を助ける人。それはどんな人かな。なんかお金がなくて、家とかがなくて、食べ物とかがないと助ける人。そういう人たちを助けてあげたいということ。素晴らしいじゃないですか。素晴らしい、素晴らしい。頑張ってね。頑張ってね、はい、はい。じゃあ弟くんは将来大きくなったら何になりたいですか。ムエタイのチャンピオンです。おー、きたー、ムエタイチャンピオンになりたいです。ムエタイのチャンピオンになって、日本の世界チャンピオン、世界チャンピオン、なんかついてるか、来るわな。世界チャンピオン。じゃあ頑張ってよ、これから佐藤会長にももっともっと上手くなって練習してね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお二人に大きな拍手をお願いします。はい、大きな拍手お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、はい、気をつけてね。はい、ありがとうございました。